渋谷昭三郎は日本の実業家。日本人としては最初のビール醸造所を建て、渋谷ビールを商業販売した。摂津国桜井谷村生まれ。渋谷は大阪市内で麺卸商を営むとともに、一方で大阪府管轄の完成組織である大阪会商社にも出資していた。渋谷は大阪会商社で、東鳥並という役職につき、 麺産業を担当した。1871年頃から、大阪解消社工業部の事業として、ビール醸造計画が立ち上がり、アメリカ合衆国からビール醸造技師を大阪へ招いている。しかし、大阪解消者のビール醸造計画は中止となる。渋谷の成果は、酒造業も兼業しており、自身が醸造への興味を抱いていたことと、他の頭取たちの勧めもあって、 個人でビール醸造計画を引き継ぐことになった。大阪市道島に渋谷が使有していた土地にビール醸造所を建て、前日の招聘したアメリカ人騎士、ヒクナッツフルストから技術指導を受けて醸造を開始した。ホップの種子をアメリカから輸入し、醸造所構内で栽培も試みている。1872年には渋谷ビールの販売にこぎつける。 1869年にウィリアム・コープランドが横浜でビール醸造を開始しているが日本人による商業用ビールの醸造販売は渋谷ビールが初の事例となる。しかし当時の一般の人からはビールは苦いと言われて嫌がられており主に法日外国人や中野島の料亭に向けて販売されていたが経営は振るわなかった。1881年に 渋谷がなくなると、渋谷ビールの醸造、販売も終了、道島の醸造所も閉鎖された。渋谷は、対局を見て、正事にかかわらず、ほとんどのことを部下に一任するといった、いかにも、名家の風格を有していた、清廉潔白でひとたび人を信用したならば、決して疑わない人物であったと評されている。ありがとうございます。